過去チャートを振り返っているとストップが置いてあるポイントが分かるようになってくる、反転トレードが上手くなってくるとようやく長期の押し目買いとか戻り売りのエントリーが上手くなってきます。こういう高値圏で揉み合った後にさらに揉み合って期間が長くなればなるほど上昇トレンド再開がまた一からやり直しみたいなことが起きまして、意外と大きなトレンドになることも多いです。短期中期長期、初心者中級者上級者プロ、どこでみんな一体逃げ始めるかな、ここを捉えられるようになると上手くなります。はい、ではですねドル円の4時間足チャートを準備しました。ちょうどですねこちら2023年の11月12月にかけての下落トレンドを掲載しております。このようにですね高値と安値を切り下げていっている最中は当然ながら下落トレンドでございます。なので戻り売りを実施していれば簡単に勝てるトレンドだったんですけれども、やはりですねマーケットというのは最後終点がきます。このように下値を切り下げて上がったけれどもちょっと強く戻してくるんですね。こう戻してくるんです。お、はい、高値を超えました。高値を超えましたね、うん、おやと。大きな対局ではまだ十分戻り売りだろうと。ちょうどここいいですね、レジサポラインが引けますね、146円のところ。いけない、ここでねようやく気づき始める人たちがいる。もちろんねこの小さなマーケットで1時間足とか見てここで反転かもしれないと言って打診買いを始める人もいる。もちろんここの小さなウェーブ、ここをよく見ると安値と高値切り上げてますから、この辺りから入ってくる人もいる、はい、ですがしっかり4時間足で超えて戻ったところを押し目買いしてくる。なのでこの辺が第1号組、ここの押し目で第2号組が出てくるわけですね。ちょうどここいいですよね、143円の80銭ぐらいにレジサポラインが引けます、うん、この辺りで入ってくるのが第2号組ってやつですね、はい、ここが第1号組で、その後どうなるかって言ったら第2号組のポイントからまあほぼぴったり、20銭も差ないぐらいですね、はい、入ってきて反転していくわけですね、うん、あら、そうそう、さっきに書いたようなねまた戻り売りが入るかなっていうような局面で、あ、抜けてくるわけ、あ、でもまた戻る、あ、どっちだ、一度騙しが入ってズルズルズルときました。はい、ここでようやく、まあ、この上昇を見て反転と感じ取る人がいる、ここですね、ここもレジサポラインですよね。対局的に見たらまだ大きな戻り売りのポイントでございます、うん、はい、ここ抜けた、おお、もうこれはこれはいっただろうと。ようやくここでね初心者の人たちが、あ、上昇トレンドだって気づくわけなんですね、うん、ここなんです。でさっき言った第3号組が入ってくるぞって言ったのはまさにこれ、もうここで損切りも出てくるし、買いの成り行き注文もたくさんあるので、はい、値動きが早くて大予算満足的に入ってくるんです、うん、なので戻りも浅い、はい、押し目買いを拾えなかった人が泣く泣くバラバラなタイミングで買ってくる、高値を掴んでくるのと、戻り売りのショートカバー、ここで売った人ここで売った人たちの売りがまたバラバラで入ってくるから押し目がない、なので断続的にもう陽線続きですよねこれ、断続的にスル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 と行くんですね。すごい、4時間足なのにめちゃめちゃちっちゃな陰線1本しか入ってないですね、はいはい、これはもう典型例です。でこれがガンガン上がってくるとどうなってくるかというと、この揉み合い局面に入ってくる、先ほどの第4号組が入ってくるとこ、その後どうなったかというとグン、ぐん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 と上がってきて、今またこの途中なわけなんですね。これが撮影してるのがですね2024年の2月28日でございます。こうやってですね上昇トレンドは、ドラマを起こしながら高値を更新してくるわけですね。はい、じゃあひろぴさんが、一応今どのプレイヤーが、どの段階で入ってくれるのか、うん、ナンバリングしてくれました。はい、まあね、さっきの通り 1,2,3,4,5,6,7,8 そして9でストーンと落ちます、ぴったりなわけはありませんが、ざっとイメージするとこんな感じです、うん、でこれはね巨大な上昇トレンドになってるので、まだねこれ多分続きの可能性があります。なるほど、はい、続かない時はね6ぐらいのタイミングでずるっと深く入ることが多いんですけども、これはまあさっきのホワイトボードでいうまだ4ぐらいのイメージです。はい、まあ、3号組1回ちょっとふるい落としが入って泣く泣く高値をつかみ始めた5号組、この天井圏でもまだ入ってきた6号組がいるようなニュアンスです。はい、こうやってね短期の人、中期の人、勢いが出てきてデイトレードの人、
レンジ相場で入ってきて一回ちょっとリグっちゃったけど、またこれブレイクしていくとまだ高値掴み合戦が始まってしまう可能性があるような、第7号組と、もちろんですね7、8、9、10、11、12、13と増えれば増えるほどこの後の反転は凄まじいものが起こります。はい、ただそれをしっかりキャッチするには天井圏で大陽線大陰線上髭下髭をビュンビュン出してからじゃないとしっかり反転しきりません。まだね上昇トレンドの最中だと考えたのは短いんです。ローソク足が喧嘩してない、うん、はい、まだねこっちの方が反転のポテンシャルあります。あ、だいぶブレてますね、うん、これが出たきた頃が天井です。でちなみに天井は当てれません。当てに行っても無駄です。なのでこの値動きが152円の手前で出るのか、いやもしかしたら155円で出るかもしれない。そこまではロング引っ張れるんです。ただ本当に美味しい相場はこれが本当に乱高下してひっくり返ってドーンと落ちるタイミングは理想です。なのでこの先正直どうなるかはもちろん分かりませんけれども、今はまだ先ほどのお伝えした7番8番の局面ではないかなというような印象です。で、ね、この後じゃあどうなる、どうなっていくだろうと勝手にコメントしておくと、またこうやって例えば伸びてグワーンと落ちてグワーンとこうなって、こういう激しい動きをしてきた時がさっきのホワイトボードで書いた7、8局面。もしね仮にこうなったとしましょう。そういった場合どこでストップを置くかっていうと、そうですね、まあ、やっぱりここかな、うん、ここだろうな。あ、6番の人が勝った後、うん、この辺じゃないですかね、うん、ここにねまだね多分ね7、8、9、10ってこれぐらいにしときましょうか。高値圏で乱高下する、うん、まあ、手前の手前ぐらいにストップがたまりやすい、うん、でこうなってくるような感じかなイメージ的に、うん、なるほど。ってなると1で買った人も2で買った人も3で買った人も4で4で6で買った人も捕まっちゃった、いっぱいいる人たちもここ割れたらやばいっしょ、ここまで下落しちゃうでしょって言ってストップを集中させるのはこの辺、まあ、プライス的にも150円近辺っていうのがかなり大きそうですね。はい、というのをイメージする。そして打ち込んでいくのはこういうところ、ショートをしていくポイント、まあ、いわゆるですね、でも多分ね後でこれ振り返ると上昇トレンド引いてみて、上昇トレンド右方向に抜けてきて上値が重くなって反転しそうだぞっていうのが分かるのはこの頃ぐらいになるだろうと。もちろんですねこの上昇がまだねこんなような実はサイクルの途中で、もしかしたら155円160円いく可能性だってもちろん十分あります。その場合は買いトレード継続で問題ないんですが、こういうふうに考えてしっかりとですね上昇トレンドでいろんなタイミングで入ってきた人たちがいるな、そしてしっかり高値が、揉み合って大陰線大陽線上髭下髭がピュン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 出て、そしてずるっと深い押し目が来たことを確認してトレードする癖をつけていただければ、先ほどのですね9の最後の押し目買いをした人たちを捉えてやっつけに行くことができます。で実はちょっと前に同じこの動きが出ました。2023年の12月ですね、この前ですね、これです、この動きです。ここは僕ものすごい取りました。2023年の中で一番大きく取ったポイントですね。このね8月から続いた上昇トレンドから152円手前までつけて一回深い押し目が来たんですけども、また大きく戻した、この辺りから仕掛けるんです、まあ、この戻りの山ですね。はい、意外とその149円の50割り込んだ最初ではないんですね。まあここの理論もあるが、まあ、やはりこの大きなトレンドで見てここはちょっと早すぎるかなと、もちろんありです、ありですが、しっかり確実に狙うならやっぱりここをブレイクしたとかこの辺りの方が良いかなとは思います。いいですか、このネックライン、ここね、まあ、ちょっと色を変えましょう、レッドラインにしときましょう。もう誰もが損切りを入れる場所、うん、いろんな人たちが買いで含み益を持っているところの一番止められている価格帯をやはり割ったところがもう諦めるポイントです、はい、なのでここはちょっといいんですけれども、1回2回3回ぐらいなので、まあもちろんインパクトあったんですよね、ここ抜けてもゾーンと2円ぐらい、はい、ここを短期的にこの局面で対局を見てここを狙う、この大きな局面を見てここから打ち込んでこれを狙う、どれでも大丈夫です。でも1時間足とか見てたら
ここで勝負できてたと思いますし、4時間足冷やしだったらこれを勝負できたはず。ちなみに僕はですね、去年参戦したのちょっとこれ遅れたんですけれども、損切りに変わったのかな、まあ、148円ぐらいのこの辺でたらふく持ってドーンとこれを仕留めました。ここ早いんですね。本格的に落ちたのはこの日から12月7日そして12月8日、ここ、うん、これが1日だけ、1日2日だったんです。もうね、もう苦しい、もう苦しい。ここもね、重要なサポート終わって一発で走らない時っていうのはまだね、難品買いが発生しやすいんで、こういう時って逆のカウンターパンチがさらに強めに入ることがあるので、これはもう異常な急落でした。これ5、6円ね、走ってますでしょ。まあ本当に大成功したパターンなんですけれども、まさに皆さんはここを狙いに行っていただきたい。スパーンと、これ4時間足ですよ。 1,2,3,4,5,6 本当に24時間でここまでいった。ここを仕留めるとものすごい気持ちいい。ここの高値圏で捕まった人たちが爆損しているところを自分は利益を狙いに行く。こうやってね、過去チャートを見ててもね、こんなような値動きたくさんしてるんですよね。これもそうですよね。一発でドーンとしてますよね。大きな上昇トレンドがあって、最後深い押し目があって、だけれどもワンサイクル終わってまた上昇トレンドに持っていった。はい、このウェーブよーく見ながら、過去チャートを振り返っていると、似たようなチャートたくさんあるなっていうのが非常に分かるようになってきます。そしてですね、ストップが置いてあるポイントが分かるようになってくる、反転トレードがうまくなってくると、ようやく長期の押し目買いとか戻り売りのポイントのエントリーがうまくなってきます。で、これができると先ほども、お伝えしたようにですね、この高値掴みトレードもできるようになってくるんですね。もしかしたらもうこれ天井かもしれないと思ってしまうこの局面なんですけれども、ここでもまだね、自信を持ってロングできるようになってくるんです。まあこれはですね、オンラインサロンでローソク足千本ノックの上級編っていうのでお話してるんで、まあ詳しくはお話できないんですけれども、簡単に言うと、こういった戻り売りをいかにしやすそうな期間が長かったかっていうのが一つ大きなヒントです。ここ、例えば、こうね、2月14日から今日現在28日なので、ちょうど2週間です。2週間戻り売りがしやすい期間だったんですね。この150円に乗せて、うん、わずか1円程度のレンジ相場なんですね、ここ、うん、6番って高値圏で横ばいなんで、うん、売りやすいといえば売りやすいですね、はい、でね、これ6で入ってきた人たちもずっと66っていうわけじゃなくて、やっぱり伸びないからリグっちゃえっていうので上値が重くなっている、その可能性もある。なので実はね、こういった高値圏での横ばいレンジって、まあ実は 1,2,3,4,5 で買った人たちが利食いで逃げる期間が2週間もあったことになるので、実はですね、利食いのライバルが減ってる可能性があるんです。そして戻り売りの人も短期トレーダーが入ってくるので上値が抑えられやすい。でも短期トレーダーはレバレッジ張ってくるんで、この150円の88銭をバックに10銭20銭50銭下がったらすぐ買い戻しちゃうんです。なので彼らが買い支えちゃうんですね。なのでマーケットが拮抗しちゃうんですね。で、実はね、こういう高値圏で揉み合った後にさらに揉み合って期間が長くなればなるほど、なんとですね、上昇トレンド再開がまた一からやり直しみたいなことが起きまして、意外と大きなトレンドになることも多いです。過去にですね、じゃあ例えばどこかにあったかなといえば、まあこういう期間ね、2023年の10月とか、高値圏でもみ合って反転しそうだぞ、でも戻り売りがあったのでさらにとどめの2円3円上昇があったわけなんですね。ここに押し目もまだ深く入ってまた3円上げるという、うん、ね、こういう動きが出る、この時もいいですね。この2023年の5、6月ですか、上昇トレンドがあって、おー、もう天井だろと思いきや、長い、この期間が長いんです。1ヶ月ぐらいですかね。まあ、ここがピークかな。5月30日をピークつけて6月14日だ、いや、まあ、うん、ここでちょうど2週間、うん、なのでこのあと2週間と2、3日で抜けてったんですね、これ。なのでその後強烈に上昇トレンドがまた再開されたわけで、5円も上がったんですよ、ここ、うん、もう1回その2週間の間である程度下から買った人の利が出てるから軽くなったってことですね、はいはい、利食いのライバルがここでね、消化しきっちゃって、こんな天井圏からなのに、なんか今トレンドが始まったばかりのような値動きをする、はい、こういうケースもあるんですね。あ、しまった、これはね、限定配信用でした。はい、
言わなかったことにしましょう。ということでね、もしかしたらそのポテンシャルがあるかもしれないということをお伝えしたかった、はい、だから先ほどまだ6でも7、8、9、10、11、12、13でなるかもしれないぞって、先ほどお伝えしたのはそれが理由です、はい、でこういう時は僕はですね、まださらに高値で掴んでいくんですね。ということで僕はねドル円ロングしてるんです、まだここ、はい、ここで仕込みました。はい、まあこの動画の後どうなるかは分かりませんが、ダメだった場合は当然損切りです。149円のこの70とか149円の50銭、ここはもう追い込まれる寸前でもう逃げた方が得策。ここまで追い込まれるともう逃げるしかない、はい、ブレイクする前に逃げちゃう。こういうとこ55ブレイクしたらもう絶対負けなので、もう60とかに諦めて損切りを置く、はい、まあ、それぐらいで逃げる気満々でやるんですけれども、今はもしかしたらまだ強いトレンドが発生する可能性があるので買いで回してます。でこういった、反転トレードがうまくなると、このトレンドの最中のまだ継続するかもしれないっていうかもしれないの確率が上がります。でこれの成功したケースがあるんですけれども、はい、ビットコインですね。そうです。で、これはですね、ものすごい上昇トレンドが強い、うん、でこれドル円だと思ってください。例えば先ほどの揉み合いはこれです。なるほど、4時間足、あ、ちょうどいい4時間足にしましょう、はい、これ冷やしだった、これです。これをイメージしてます。2週間近くですか、ね、これはね、ちょうどね、ちょうどぴったり2週、まあ、週間近く高値揉み合いで、はいはい、あのビットコインは土日動いてるんで、そうだね、うん、営業日としてはちょうど2週間以上経ってるぐらい、うん、これそっくりですよね。うん、1回こう安値、ね、同じぐらい安値、ね、叩いて叩いて、はい、でも戻ってくる、はい、そっくりだよ、うん、なんだこれはと。つまりですね、このこれ下落ね、ちょっとあったでしょ、で切り上げてるでしょ、多分これ番号振っていくと1、2、3、でこれで3で、ああ、いっちゃういっちゃういっちゃう、はい、これ3でこれ戻り売りしてて、ああ捕まったって言って、断続的に損切りが分かってるから、あの巻き起こってるんで、ずる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 といくわけですね、うん、4、5と入ってきて、これら6の先のもみ合いで、うん、多分ここでいっぱい買った人たちは特に利食いで終わってるので、うん、利食い終わったから伸びちゃったケースです、うん、もちろん反転するケースもありますが、反転するならね、大体ね勝負が早いんで、この辺りから一発でドンといってないといけない、はいはい、しつこいぐらい長い時は逆を疑うべきです、うん、はい、で、その典型例として、まあこれはビットコインなんですけれども、こんなに上昇してしまったというところで、うん、これはね本当に為替でも仮想通貨でも株でも原油でも何でも使えるんです。はい、ローソク足でトレードできるんですね。一応このドカッと上がってるんですけど、じゃあここに特別な材料があったかというと、うん、まあ、そうじゃないですね。そうね、これニュース何もなかったんです。そうですね、はい、昨日突如上げ始めた、ね、はい、というか、まあ、週明けっていうところはあるんですけど、うん、ある程度この需給も調整されて、本当にアメリカの株式市場が始まって、うん、取引が活性化するところで急に上がったので、はい、本当に上値が軽くなって新値を目指したっていうことが考えられますね、はい、そうですね、はい、で直近僕はこのイーサリアム、ビットコイン実はあんまり触ってなくて、ビットコインではなくてイーサリアムでトレードしてたんですけれども、はい、考え方は同じですね。ただこのね、初動で捉えてた、そして買い増しをしていたんですけれども、冷やしで見た場合かな、例えばこれ10月から買ってたら23万円、うん、今も2倍以上、はい、すごいことが起きて、僕ね買ったのね、この辺からです。あ、割とゆっくりしてますね、うん、だけれどもこの上昇を当てられる、これはね対局を見て一回一相場終わったなっていうので分かるから判断してエントリーできるんですね。こちらちょうどね買った平均約定が37万7千円になってるんですけれども、ちょうど今2200万円ぐらいの利益になってます、はい、でこれはね買い増ししてったから平均値上がってるんですけども、まあ一番低いとこ34万円台だったかなと、うんうん、思います。なのでこういったね中途半端なところといえば、うん、そうですね、うん、うん、一押ししたところで、はい、これもねちょっといびつ系だと思ってください、うん、天井圏がまあ実はこういう風に当時見えてて、こうね、あ、一相場終わったな、伸びるなと思って、売買を始めている。でそしたらあっという間に上がってった、おお、いかんいかんと買って、押し目も買って、これは、まあ、ウェッジフォーメーションに近いものなんですけれども、こう拡大三角形、と言いますか、うんうん、はい、こっからね一相場終わったのが分かったので、次の上昇ものすごく強いの来るなと確信して、ちょっと強めにポジションを取ってたんですね。はい、まあ、この辺りからだんだんこう拡大していくと見てポジション取ったということで、まあ、こんな感じに見てたのがこの辺りですかね、うん、はい、そしたらもう上がっていって上限も突破していったと、はい、そんな値動きですね。はい、先ほどもお伝えしたようにこれね第3波の可能性がある、あの丸3
第3号組。確かに寝動き早くて、うん、陰線も少ないですね。はい、まあね、ちょっとこれもね応用編に近いんですけども、この上昇トレンドでこう振らされてるんで一回振り落としがかかっちゃったんで、この揉み合いが第一の初動だと僕は感じたんですね。まあ要するにですね、先ほどホワイトボードで書いたこう落ちてきて、あ行くぞっていうのを感じ取って打診買い、伸びてきたから追加で強気で買い増し、もうここブレイクする寸前はよし勝てると思ったんでさらに買い増しっていうので、まあ平均これぐらいですかね、37万円台、うん、はい。こんな時に当時ここのタイミングで平均値取ってるんで、あ戻り売りしたくなるところですね、はい、ここをねあえて僕は買ってった、うん、仕留められると思ってた。3が来ると、はい、確率的に分かっていたから、はい。でここもまあね難しかったんですけれども、うん、まあ本当に当たってよかったんですけれども、本命のこれを狙うことができた。これはさっきのブレイクアウトするところが狙えるっていう自信があるからできる、今度このロングパターンのキュートパターンですね。はい、ということで、まあまあ実はこれ3000万円でスタートして1ヶ月前、なんかあっという間にもう2倍近くいってるんですけども、うん、まあすごく大成功した事例です。でトレード上手い人、1000万2000万億トレーダーっていうのはこういう一瞬のところをもうトライに行ってドーンとやっつけに行くんですね。この一瞬を狙って勝負を常に仕掛けて、ダメだったら損切りする、ダメだったら損切りするの繰り返しを行います。なので損傷利大っていうトレードが成立するのはここなんですね。はい、まあ、こういったですね FX だけに限らず、暗号資産でも株でも商品でも同じことが言えます。需給相手がいますんで、そしてどこに相手がストップロスがいるか、そしてトレンドが伸びるタイミングはどこなのかってのを狙ってトレードするとものすごく上手くなってきます。そしてコツコツ口座残高が減りながらドカンと勝てるというトレーダーになれますので、本当にねロウソク足深いんです。いろんな情報が詰まっておりますので、皆さんね本当に感じ取りながら学んでいただきたいなと思います。まあこれもね実は史上最高値だいぶ近づいてきましたが、この反転トレード待ってたんです、長年。まあ久しぶりの大勝負だったんですけれど、僕はたくさんいろんなトレードしておりますが、まあ直近ねたまたま撮影してる時に一番いい具合のトレンドが伸びた時の含み益がガンガン引っ張りやすい局面の絵面がちょうど過疎通貨だったんで、今日はこれをピックアップしましたが、こういうニュアンスで皆さん覚えておいてください。いいですか、押し目買い戻り売りばっかやってるとこういうウェーブが長いんで、持ってる期間が長いんです。仕留めるならスマートにずっと上がっている相場を、特にこれ悩むことがない、うん、悩むことがありません。これズル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 っとこれは買えませんよね、押し目買いなかなか。はい、ぜひですねこういったですねローソク足のウェーブ、そして実体の長さ、上髭下髭の長さなども感じ取りながら、ライバルの損切りがどこに置いてあるかを意識して、短期中期長期、初心者中級者上級者プロ、どこでみんな一体逃げ始めるかな、ここを捉えられるようになると上手くなります。この捉えるのが上手くなると押し目買い戻り売りも上手くなるので、天井で掴んでも大きな上昇トレンドの最中で平気で強気で買っていけたり突っ込んで売っていけたりもできるようになるので、実はね押し目買い戻り売りではなくて、この反転のブレイクアウトトレードから学んでいただくと、その後に押し目買い戻り売りを学んだ方が上達しやすいんですね、うん、はい、ぜひねこれはやったことがない目から鱗だと思った方はこれ半年ぐらい続けてみてください。相当一皮むけます。これだけは僕は断言しておきましょう。はい、まず相場にナンバリングを今1なのか2なのかってね、うん、つけていくだけでも結構見え方変わってきそうですね、うん、そうですな、はい、ぜひですね皆さんイメージしながら、間違ってていいんです、妄想でいいんです、うん、妄想で妄想ができるとシナリオを立てられるんで、損切る場所、逃げる場所、利益確定する場所がはっきりしてきます。それも重要な、トレードの、根拠になりますんで、トレーディングが上手くなる重要なステップアップの一つです。はい、なので妄想でいい、間違ってでもいいので、こんな感じですね、相手がどこに入ってきてるかっていうのも予想しながらトレードしてみてください。はい、本日はローソク足だけを表示して相場と対峙しようというテーマでヒロピーさん流の分析方法をお届けしました。はい、いろいろテクニカル指標を表示してる人の方がおそらく多いと思います、うん、なんですけど一度それらを全部外してみて、うん、今この相場の向こうではどんな人がポジション取っているのか、そして損切りどこに置いているのかっていうのをイメージすることからですね。はい、そうですね、
なのでね、実はもう反復練習しかないですし、しかもまあ長々喋りました。この撮影ろうそく足しか張ってません。なのに1時間以上僕は喋れます。なのでね、それだけ情報が詰まってるから1時間以上ろうそく足だけで解説できるわけですね。ぜひ皆さんね、相手のオーダーを意識しながら嫌なことを心がけてトレード繰り返し練習してみてください。必ずあなたは1000万1億トレーダーになれると思います。この動画がいいと思ったらグッドボタンを、経済師匠ライブもやっておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんこんにちは、ヒロピーです。本日はですね、CXR が運営しているオンラインサロンについてご紹介いたします。ヒロピーと資産1000万円を目指す FX 仮想通貨トレードサロン、当サロンではですね、 FX や仮想通貨の相場でですね、勝ち抜き、そしてトレーディングを学ぶことを主体に置いたサロンでございます。でですね、当然ながら資産もある程度形成していただかなければならないと思ってますので、ちょっと真面目に、まあもはや実に真面目にですね、1000万円を手堅くサロン生には全員資産を形成していただきたいと考えて、このサロンを発信しております。当サロンではこのような特典をいろいろつけております。まずは僕とか山中さんのポジショントーク含めた相場指標のレポートです。為替の基本的にはゆったりとした超低レバレッジ、もうワンポジション1倍以下、 0.5 倍とかで真面目に資産運用、外貨運用できるようなスイングトレード、および近い将来起こるであろう円の急落下落リスクを備えて、暗号資産仮想通貨ですね、のトレードのスタンス、僕のスタイルをお見せして、まあ、披露できるような、まあ、サロンを目指しました。それでですね、僕が当時 FX とか、まあ、投資を始めた時、まあ、僕もですね非常に痛い経験しました。そしていろんなネットに出回っている商材も買い漁ってですね、まあ、20万円以上使ったかなと思います。2、3万円の商材であったり5万円のものであったりで、正直全部使いませんでした。でシグナルインジケーターとなるものも、契約してですね結んだんですけれども、確かに当たってるものもあるんですが、長く使えなかったり、いつシグナルが発生するかが分かんないんですね。なので寝ている時に発生したって取引できないんですよ。もうこれも使えないなと思って行き着いたのが、まあ、スイングトレード、4時間足から日足以上の長い時間足、インジケータートレーディングビューのを使った、インジケーターですねの配信をしています。まあ、最初は僕がよく使っているオシレーターの RCI、4本ラインですねであったりとか、ボリンジャーバンドエンペローブというジョン・ボリンジャーさんから許可をいただいてですね、ボリンジャーバンドを作った方ですねから直接許可をいただいて、ボリンジャーバンドエンペローブという特殊なテクニカルの、配布をしたりとかですね、シグナル配信や今 CXR でですね開発しているより良いインジケーターやシステムトレードも随時配布していこうかなというふうに考えております。1ヶ月に1回から2回、サロン生限定の専用の動画配信、まあ、ライブ配信をしております。現状はですね月1回に、ローソク足千本ノックというものをやっててですね、テクニカルはローソク足と、まあ、ラインを引く程度にとどめてですね、皆さんに、まあ、試練を与えてですね修行をしていただいております。まさにローソク足だけで勝ちに、そういったトレード修行となっております。手法ではありません、修行です。基本的には FX 主体でやっていただいてるんですけれども、本当にあのドル円ユーロドルいつも通り取引はするんですけれども、なんとまっさらなローソク足チャートのみ、使えるのは描写ツールフィボナッチや、トレンドライン水平線のみにしてですね、それで勝ちなさいというプロジェクトになってます。現にですねその月1回の配信で苦労している点やニックネームでですね投稿いただければ、その質問にお答えしたりとか、まさに直近のですね相場に照らし合わせてリアルタイムの相場分析をしながらですね、参加メンバーでああでもないこうでもない和気あいあいしながらですねトレード分析して、しかもローソク足のみでトレードですね、そして修行をしていただくようなコンテンツも含まれております。またですね当サロンに入ってご入会いただいた方にはですね、個別での相談も受け付けております。ダイレクトでですね、悩みであったり資金管理がうまくいかないトレードスタイルについてだったりとかですね、いろいろな方々悩みがあります。まあ、ただしドル円上がるんですかとか、ユーロドル下がるんですかっていうご質問は、あの助言代理業にも、抵触しますのでお断りしておりますが、そういったですね資金管理や自分の生活ライフスタイルに合わせてベストな
運用方法であったり、当然 FX スイングだけじゃなくて土地信託であったり、ビットコイン暗号資産の運用であったり、そういった内容を逐一ですね、その人に合った内容で助言はさせていただいております。このサロン立ち上げたのはですね、まず一般の投資家の皆さんにも勝ちやすい、少しでも長期的に勝ちやすい投資スタイルを確立していただきたい思いで、立ち上げました。まあ、そういったですね、実にちょっと真面目な、すぐに10倍100倍を狙うものではなくて、地に足のつけたですね、資産運用を、皆さんと一緒に考えながら地味に真面目に長期的な視野で運用していくサロンを目指しております。一度ですね、株とか FX ビットコインで、まあ、ある程度大失敗した人向けだと思います。いろんなトレード手法やいろんなインフルエンサーさんの手法を真似て、だけれどうまくいかない、でも投資が大好きだ、トレードが大好きだって人には多分ぴったりの内容になっていると思います。コツ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 資産を蓄えてですね、まあ、せめてこのサロン生は最低でも1人資産1000万円以上目指していただけるような内容をモットーにですね配信していますので、まあ、ぜひですね、一巡した人ないしはまあ準初心者、半年以上ちょっと取引を投資を経験した上で、痛い目見て一通り学んだ人から入っていただきたいような内容になっておりますのでですね、ぜひご興味ある方はこの当サロンに入ってみてください。